今日は6月26日です。札幌市内里山ホームグラウンド1に来ています。で早速ですね、山に入る前にこの車止めたところなんですけども、ここにですねいつもの蜜葉ありますので、まずはですね蜜葉取っていきたいと思います。これ蜜葉ですよね。でまあこれで一株なんですけども、一番若いここを取ります。今最盛期なんでガンガン蜜葉出てきますよね。はい、ここにウドありますね。で例のごとくウドの新芽を取っていきたいんですが、花芽を出したらもうこういう新芽出なくなります。まあちょっとまあ新芽には程遠いですけども、でもこのくらいだったらまだ柔らかくて食べられるので取っていきたいと思います。あっちに札幌マイマイいましたよ。はい、ちょっと小さいですけども、まあ十分食に耐えられる大きさだと思いますので取っていきたいと思います。はい、まあいつも私ですね、ここにここからちょっと入ってこの木の根元を見るんですよ。今日も見てみたいと思います。まあそこに昔タモギタケが出たからなんです。まあ昔っていうか、まあ毎年出てるんですけどね。あ、やっぱり出てましたね。はい、それほど多くないですけども、はい、こっちの方なんてはまだまだあれですよ。まあ老菌までには行ってないですよ。成菌から老菌になりかけたぐらい、人間で言えば50歳ぐらいですね。はい、こんな感じです。はい、ここはですね、あの大葉ユリの群生地なんですよ。これ花咲かせようとしてますよね。この最後の根っこがすごい、あ、切れた、取れた。はい、取れました。ただこっちの方の倒木には、はい、取られた時には出てなかったやつが、まあ後から出てきたって感じで葉菌が出てますね。あの葉菌の方が美味しいので少し取っていきたいと思います。はい、あそこにタラの木ありますね。ちょっと近づいてみます。はい、実はこれですね、時々私撮ってるんでしょうが、撮った跡ありますよね。だけどこんだけ立派に育ってるんで全然問題ないです。ここいただいていきたいと思います。はい、はい、トンボ捕まえました。これはですね、日本カワトンボですね。日本カワトンボのメスだと思います。はい、日本カワトンボ捕まえました。今度はこれはオスですね。オスはこの綺麗なですね茶色い羽なんですね。はい、車が見えてきましたのでこれで帰ります。
晩酌の時間になりました。今日もビールで行ってみたいと思います。でこのビール金麦じゃなくてですね、これも父の日に子供からもらったビールなんですね。で、ヒューガルデンホワイトって書いてありますけども、なんかいかにもドイツっぽいんですけども、原産国韓国と、まあ韓国のビールです。それでコリアンダーシードとかオレンジピールとか入ってるみたいです。でこう下に沈んでるんですよね。であんまり揺すると泡立っちゃうんですけど、半分注いで振って最後注ぎみたいなこと書いたんですけど、まあそううまい具合にはいかないんで、まあ適当に飲んでみたいと思います。はい、それではいただきます。オレンジの香りします。いや、まあ美味しいですよ。うん、まあいわゆるいつも飲んでる金麦とは違うことは確かです。はい、それではですね、今日もたくさんあるんですけども、まずはまあ鍋からいってみましょう。鍋の汁黄色くなってるの分かります？タモミ茸今日のバッと取れてですね、まあ鍋にしました。やっぱりタモミ茸は私はまあ鍋が一番、まずは第一選択鍋ということでですね。この夏なのにまあ鍋なんですけども、じゃあこれちょっと汁飲んでみたいと思います。黄色い汁ですね。あ、そうだ、言い忘れたけど、今日は鶏ガラだしでの鍋の素を使ってます。いや、美味しいですよ、すごい。で、まあちょっと大きいですね、タモミ茸で、もうほとんど成菌からですね、老菌に近いぐらいのものなんですけども。いや、それでもタモミ茸は美味しいですよ。まあ、ちょっと食べてみたいと思います。はい。いや、美味しいですよ。まあ、もちろん陽気なのが美味しいんですけども、まあ、こんなに大きくなっちゃったのでね、結構それなりに食べられます。じゃあ、ちょっと鍋はもうこのタモミ茸だけなので、やしごたれは。後で。飲みながらチビチビ食べます。じゃあ次天ぷら行ってみたいと思います。で今日はまあ天ぷらをですね、普通に天つゆで食べます。でまあ結構うどとタラの芽また取れたんですけども、こっちに結構入れたので、まあこちら側がですね、うど、こちら側がタラの芽ということになってます。それではじゃあまあまずはいっぱいあるウドから食べてみますか。まあ一口で食べれるこのくらいでいきます。美味しいですね。春先のうどと全く変わらないです。ただまあ現場でもちょっと言ってましたけど、そろそろうどんに終わりが見えてきました。タラの芽はもうちょっといけると思いますけど、じゃあまあタラの芽ですね。はい。タラの芽も非常に美味しいです。それでは次はですね、これ大葉よりの輪形です。でそれを素揚げにしてただ塩振っただけです。でこういう細切れになってるのはなぜかというと、輪形にですね縦に繊維が走ってるんですよ。だから短冊みたいに切っちゃうと筋が口の中に残るので、こういう筋を断ち切るように細かく切ってあるんです。じゃあこれいってみたいと思います。
美味しいですよ。もうでんぷんの芋って感じですよ。マクドナルドのフライドポテトと同じような感じ。ただちょっとそれをワイルドにした、あれジャガイモですよね。そこにこうちょっと野生味が入った感じで美味しいですよ。すごい、あのこっちのが美味しいかもしれません。マクドナルドのフライドポテト、その野生味が入ってる分だけですね。はい、じゃあ次これですね。これはまあタモギタケものすごい取れて、鍋にがんものすごい入れて、まあ鍋これ一人分ですけども、まだあと4人分ぐらい残ってるわけですけども、それでも余ってる分をまあごま油炒めにしました。でそこにですね、あのウドとタラの芽も入れてあります。というのはこれこっち入れずに天ぷらにしたらですね、いやもう天ぷらがまた溢れてすごい量になって、いやとにかく時間内に揚げきれないので、あの少しこちらにも、ウドとタラの芽を入れました。でこれまあ、 あの当然今日食べきれないので、あの鶏箸と鶏皿で食べたいと思います。これタモギタケですね。タモギタケのもう大きくなった、いや こんな大きいんですよ。こんな大きいの何等分かしたもんですよ、これ。それと豚バラ肉とで、まあタラの芽かウドか分かんないんですけども、ちょっと分かんないんですけども、あこれウドですね多分ね。ウドと、豚バラ肉と、まあこれで、食べてみたいと思います。ではまずはですね、タモギタケと、豚バラ肉と、これいってみたいと思います。はい、あの十分美味しいですよ、タモギタケ。もちろん腰筋のが美味しいに決まってますけども、もうこんな老筋になりかけてもですね、あの十分食べられます。そうしたら次はですね、ウドと豚バラ肉。はい、あのこれも美味しいですよ。あのウドは天ぷらにしてありますけども、天ぷらにするとやっぱりウドの香りが少し減弱されるわけですよ。でまあそれでも美味しいですけども、でこっちはもろウドの香りがきますから、あのより濃厚なウドを楽しみます。いや食べにくくはないですよ、あの十分美味しいです。そうしたらですね、次はこれですね、あの卵とじ、まあ三つ葉の卵とじいつもやってるんですけども、今日これ贅沢ですよ。あのタモギタケの腰筋と三つ葉と鶏肉と卵とじということになってます。じゃあですね、タモギタケの部分、ああここタモギタケの容器、まああと三つ葉、三つ葉と鶏肉って、まあ、こんな感じですね。それではですね、ここに2つあるのが、この2つがタモギタケの容器なんですね。これ食べてみたいと思います。はい、うん、やっぱり腰筋欲しいですよね。あの茎のとこが、あの根元のとこがこうぷくっとしてますよね。そこが非常に美味しいですよね。であとはあの三つ葉と鶏肉、これはもう美味しいの分かってるんですけども、まあ一応食べます。はい、はい、あの言うことないです。三つ葉のツーンとした香りがこの鶏肉と、それから卵とこのだし汁の味と非常によくマッチして美味しいです。あ、最後の方に沈殿物が注がれるんですかね。ちょっと濁ってますよね。まあ
じゃあ最後佃煮ですね。で今日も日本カバトンボが数匹取りました。1、2、3、4、5、6匹いますね。でオスとメスと半々ぐらい取れてます。じゃあまあ2匹ぐらい、食べてみたいと思います。まあもうこうなるとオスかメスかわかりませんけども。はい、美味しいですよ。こんなちっちゃいんですけども、こう日本カバトンボの独特の香りが口の中にパッと広がってですね、いや結構美味しいですよこのトンボ。まあ食べるところ少ないですけども。で最後片づむりですね。今日は札幌マイマイを1匹取って、で前回ですねエズマイマイ、この大きい方がエズマイマイです。でこれが今日取った札幌マイマイと。でまあ日本カバトンボを取れたので放出してですね、凍結してたのを放出して、一緒に佃煮にしました。じゃあまあ2つ、もう味に似たようなもんなんで2つカタツムリ食べちゃいます。はい、美味しいです。前で言ってますけども粒ですよ、食感粒、粘液質の粒って感じで非常に美味しいです。いかにも貝を食べてるって感じですね。まあ素晴らしいですよね。はい、ということで、今日取った食材を一口ずつですけども一通り食べ終えました。まあ今日はですねタモギタケのまあちょっとドーンとですね、まあドーンでもないですけどもほんのちょっといい木のところに一角あってですね、あれだけでものすごい量なんで、もうザルいっぱいになりましたから、ただちょっとですね、成菌から老菌になりかけぐらいなので、まあ老菌は現場に置いてきて十分食べられるものを取ってきましたけども、まあ、それでもまあ成菌からちょっと過ぎたぐらい、まあ50、人間で言えば50歳ぐらいのタモギタケで、まあ鍋とですね、このごま油炒めと、それでまあもうものすごい量になってました。で別の木で幼菌取れてですね、幼菌はまあ非常に美味しいですよね。それから特筆すべきはこの大葉入りですね。大葉入りは7月になると取り頃になってくるので、まあまだ6月ですけども、まあでも6月も末なので今日、1個取りました。ということで7月になると大葉入りが多分メインになってきます。でそこにですねタモギタケなんてが当たればタモギタケが取れるし、ボリボリなんてが当たればボリボリが取れるし、でタラの芽とウドなんてもまだなんとか7月中はいけるので、まあそんな感じになるのかなと思います。あと昆虫とかですね、そういうのが取れればまた取ってきますし、まあ本当はカエルとかヘビとか取りたいんですけども、なかなか出会わないですよね。で、あ、そうだ、もう一つ今日特筆すべき点は、まあ山菜とかキノコは美味しいですけども、基本セルロースですよね。栄養面がないですよ、カロリーがないですよね。その点これ素晴らしいですよね。もう完全にでんぷんですし、でまあカタツムリ食べちゃいましたけど、カタツムリとこのトンボはもうタンパク質ということで、サバイバルやった時はですね、やっぱりこの2つがですねもう幅を利かすんだろうなと思います。でこういうのはたくさん取れると私嬉しいんですけども、まあ山菜とかキノコに比べれば少ないですけども、今日これ取れたということもまあ非常に、嬉しいです。はい、それではですね残りをですね、ちびちび食べながら、晩酌を続けたいと思います。今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。